はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回は前半はスターウォーズスカイウォーカーの夜明けのこのネタ4つと、後半はスターウォーズスピンオフドラマオビアンケノービに関するある情報について触れていきます。過去にもスターウォーズ関連の動画を多数出していますので、まだ見ていない方はぜひそちらもチェックしてみてください。それでは行きましょう。まずは今作で初登場したドロイド DO に関してです。DO といえば、レイたちが旅の途中で偶然出会い、劇中終盤では重要な役割を果たした BB-8 と仲良くなったドロイドです。実はこの DO の声を務めたのが、フォースの覚醒、スカイウォーカーの夜明けで監督を務めた JJ エイブラムスだったんです。JJ が何かしらの形で今作に仮面出演するかなと思っていたのですが、まさか DO の声だとは意外でした。次は、あるキャラが実は今作で死んでしまったということに関して、劇中終盤、ダース・シリアスがいる惑星エクセゴルでレジスタンスとファイナルオーダーとの激しい空中戦が繰り広げられていました。実はその戦闘の最中、レジスタンスのパイロットであるナインナンが命を落としたことが公式から発表されました。ナインナンはこれまでにエピソード6ジェダイの帰還やエピソード7フォースの覚醒、エピソード8最後のジェダイなどに登場しており、名前を知らなくてもこの特徴的な顔は覚えているという方も少なくないのではないでしょうか。個人的にはゲームスターウォーズバトルフロントでよく使っていたキャラクターなので結構ショックでした。映画ではおそらく尺の都合上ナインナンの死が描かれなかったと思われますが、公式からあっさり発表された時は開いた口が塞がらなかったです。次は回想シーンのレイヤーに関して、今作スカイウォーカーの夜明けではルークとレイヤーが過去にライトセーバーを使い訓練をしている回想シーンが描かれていました。若かりし時の2人なので、もちろんデジタル加工を施しており、若いルークは本人マーク・ハミルが演じていました。しかしレイヤーに関してはすでにキャリー・フィッシャーが亡くなっているため、フルデジタル加工が使われていると思ったのですが、実は若いレイヤーを演じていたのはキャリー・フィッシャーの娘であるビリー・ロードだったらしいです。今後もしスター・ウォーズスピンオフ作品が続々と出るとするならば、レイヤー役をビリー・ロードが演じるのかが気になるところです。次は知っている方も多いと思いますが、カイロ・レンが劇中冒頭で訪れた惑星に関して、カイロレンはダース・シリアスがいる惑星エクセゴルに向かうため、その進路を指し示すウェイファインダーを手に入れるためある惑星を訪れていました。実はこの惑星はエピソード3シスの復讐やローグワンで登場した惑星ムスタファーであり、オビワンとアナキンが一騎打ちをした場所です。そして後にダース・ベイダーが本拠地としていた惑星であり、カイロレンが手にしたウェイファインダーは元はダース・ベイダーのものということになります。さて、後半はスターウォーズスピンオフドラマオビアンケノービに関して、このドラマはディズニープラスで配信されるドラマであり、時系列としてはエピソード3シスの復讐の8年後を描くとされています。すでに脚本は完成しているようで、今年中にも撮影をスタートするようです。そんな今作にあのキャラが再登場するというリークが、それがジャージャービンクスです。エピソード1ファントムメナスで惑星ナブーの原住民グンガンの落ちこぼれとして初登場し、その後はコルサントで政界に進出していました。もし本当にスピンオフドラマオビアンケノービに登場するとなれば、口数が多くてドジな彼がどのように成長しているのかが気になります。成長していない可能性もあります。またエピソード1から3で登場した他のキャラの再登場も十分にあり得るため、個人的にはストーリー構成に矛盾がないように描いてほしいです。はい、いかがでしたでしょうか。ディズニー最強配信サービスディズニープラスでは今後も様々なラインナップが展開されていきますが、未だに日本でのサービス開始が発表されていないので、そわそわしてしまいます。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。